再設定、親倒しを待ちながら見てください。なるべくブレードの上、あんまり痛くないんで、ちょっと伸びながら行きます。
下げてやれ。あ、上げればいいのか、下げればいいのか。上げた方がいいか。ああ。ちょっと親倒すか、親倒して、このまま親倒して、ゆっくり親すら。変わればいいって。ずーっとロープの端っこ持って、ずーっともっと離れて、もうちょっと離れて。はい、そのまま横を旋回に行きます。はい。引っ張ってね、村上さん引っ張ってるよ。はい、じゃあ、稲田さんもあっち行って、村上さんの方に行って、ずーっと。はい。展開していくよ。で、大体この角度で入ってきて、角度で行くの真ん中ら辺の角度で入ってきて、ちょっと引っ張りながら。